さん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回は最近の私についてちょっと語っていこうかなと思います。ということで、寝る直前なんですけど、今日はね、最近の出来事というかについて喋っていこうかなと思います。まずですね、なんと私の学校を前期と後期っていうに分かれてて、で前期が終了しました。でね、通知表をもらいました。はい、お疲れ様ですって感じなんですけど、でその通知表はまあそうですね、図工がすごく悪かったです。すごくっていうわけでもないのかもしれないけど、図工がね、ちょっとやばかったな。後期頑張らないとなと思うんですけど、はい、図工もう少し頑張りたいなって思いますね。はい、でも私的にはちょっと頑張ったんですよ、図工も。絵ね、絵なんだけど、で後期は絵というか、どっちかというとその工作がメインって聞いてて、工作の方が苦手なんだけど頑張ります。それでここニキビできたんだけど、ここの鼻のこの辺辛くない？めっちゃ辛い、マジ辛い。あ、でも今の時期はマスクがあるからまだいいけど、ここにねニキビできた、辛っ。そんなことは置いておいて、今ねちょっと照明をね高くしてやってるんで、ちょっとこっちから光が待って、すごい影がね、すごいんですけど。はい、あとはちょっと最近はずっとねアイプチしてなくて、ずっと一重なんですけど、そう、最近メイクしてなくて TikTok とかも撮れてなくてすいません。あのね、土日にちょっとため撮りしようかなと思うので、多分はい、またあげられると思います。そう、学校から帰ってきて宿題してからメイクっていうのがだるくて、宿題した後にすぐご飯、すぐでもないか、最近あのそうですね、まあでもちょっとめんどくさくて、はい、もうちょっとね今後もね LINE ライブとかも最近全然できてないのでやりたいなと思います。いやー、やだ、ちょっと待って、超嫌なんだけど、私今ノーマルカメラで撮ってて、携帯で撮ってるんですけど、やだねー、ちょっと近めなんですけど、私の顔とじゃから、いや、スノーとかソーダとかで撮りたいんですけど、ソーダとかスノーって5分までしか撮れないんですね。まあ、必ず毎回5分で切れちゃうので、今回ちょっとノーマルカメラで撮ってるんですけど、やだね、ちょっとあんま見ないでください。はい、あと何の話、あ、運動会の話するか。あの、皆さん運動会で普通あのレジャーシートとか引いてお弁当食べるじゃないですか。お弁当の中身なんですかね、とても気になるなと思って、まあ、YouTube にコメントできないんで、まあ、もしよければ TikTok とか、たまに Twitter もつぶやきますので、そちらにお願いします。私はね、必ず毎年そうめんを食べてたんですけど、もう去年はコロナでなくて、4年生の時はまだ4年生の時ずっとそうめん食べてて、そうめん、運動会のお弁当といえばそうめんなんですけど、皆さんやっぱ普通に唐揚げとかですかね。もう暑い中運動した後のそうめんが美味しすぎてやばいんですよ。あと果物、5月だったんで、なんだっけ、ぶどうとかかな、が、はい、ぶどうとかが入ってました。めっちゃめちゃもうそうめんが美味しすぎて、で今年もお弁当制なんですよ。あの、親が見に来れるんですけど、お弁当は一緒に食べずに、給食がないので、運動会3時間やった後に、お弁当を、持参したお弁当を
あの部屋、教室で食べて2時間とか授業があるみたいな感じなんですけど、そう、終わった後に授業があるのは辛いんだけど、まあ、だからおやつ食べれず、教室でみんなとワイワイ、ワイワイはできないので、まあ、シーンと食べる感じかな、なんですけど、そうめんが食べられるということで、ちょっと嬉しいですね。多分給食とかは普通なんですけど、はい。嬉しいです。あ、違う。去年は多分早帰りだった気がする。あれ、わかん、覚えてないや。朝早くから行って、着替えたのは覚えてる。運動、体操服に着替えて、やったのは覚えてる。あれ？多分、早帰りだった気がする。まあでも、今年はお弁当が食べられるということで。はい。でも楽しみですね。何話したっけ私。いいか。ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。またね、定期的にこんな形で、まあ、カーテンレールレールを話するようなもんなんですけど、私は皆さんとねカーテンレールちょっと汚かったらごめんなさい。カーテンレール綺麗にします。今度またね、皆さんにね、ちょっと報告できればなと思うので、はい、見ててください。ということで、それでは、バイバーイ。